個別べこべお兄ちゃんは今考えてるんだよ。考える、考えるって何よ。そうか、じゃあその人と結婚してもいいと思ってるわけね。うるせえ、あ、うるせえうるせえうるせえ。おおおおおどうしたんだ、店の中で兄弟喧嘩やめろよ。あのコーヒーね。はい。お兄ちゃんね、お見合いしてきたんだって。え、本当ね。それであのどんな人、ね、年はほらいくつぐらい、ね、だいぶね気持ちがこういうふうに傾いてるらしいんだよね。本当。でも僕は桃子先生の方がいいと思うな。君にはね、絶対桃子先生のお似合いだよ。うん、それは絶対間違いない。うん、それは宇津早苗先生だ。何だ、何だ、何だ、僕はそういう人だけ絶対許せないからね。シャレのわからん男だ。彼も結婚しようって言ってんだよ。キャラ関係ないんだよ。宇津先生は俺も好きなんだよ、本当のこと。宇津先生はいい先生だよ。宇津先生万歳。もう結婚式場を探しちゃおう。結婚式場を探しちゃおう。宇津先生、まあもう情けない男だな、あんたも。あのな、人を好きになるということは恥ずかしいことじゃないんだぞ。ボス先生は素晴らしい女性だ。俺もぜひな、あんたには推薦したいんだよ。言ってやってください、今。こんにちは。結婚しろや。